アンテロープ軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2006年7月1日時点の人口は6931人で、軍庁所在地はニーリー。軍内にはアシュホール化石層国定自然ランドマークがある。ネブラスカ州のナンバープレートでアンテロープ軍の車両は最初の数字が26になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を 確立した際、アンテロープ軍の車両登録台数が州内の軍の中で26番目に多かったからである。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積2223平方キロメートルである。このうち2220平方キロメートルが陸地で、4平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.16%が、 水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、アンテロープ軍には7452人、2953世帯、及び2073家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで2平方キロメートルの平均的な密度に3346件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、 白人98.82%、黒人0.05%、先住民0.31%、アジア系0.05%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.28%、および、本結0.48%で0.70%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍の住民の57.9%がドイツ系。 6.6%がイングランド系、6.6%がアメリカ系、5.9%がアイルランド系移民の子孫である。アンテロープ郡に住む2953世帯のうち32.20%は18歳未満の子供と暮らしており、62.50%は夫婦で生活している。5.50%は未婚の女性が接待種であり、 29.80%は家族以外の住人と同居している。27.80%は独居で、全世帯の16.20%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.49人であり、家庭の場合は3.05人である。軍の住民は27.50%が18歳未満の子供で18歳。 以上24歳以下が6.20%、25歳以上44歳以下が23.30%、45歳以上64歳以下が23.20%、及び65歳以上が19.90%となっている。平均年齢は41歳である。女性100人に対して男性は96.80に見て、 18歳以上の女性100人に対しては、男性は94.3例に見える。軍の世帯ごとの平均収入は3114米ドルで、家族ごとでは36,240米ドルである。男性の26,288米ドルに対して、女性は16,926米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は14,601米ドルである。総人口の13.60%、家族の10.30%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の17.20%、および65歳以上の11.90%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。